皆さん、こんばんは。こんばんは、こんばん今日も。は。今よろし日もよろしくお願いします。く。よろしくお願いいたし今ます。日はいよいよイスラム国についてですそうね。ですね。はい。非常に私は関心があるテーマなんですね。イニさん、こんばんは。ひだまりさん、こんばんは。BSP って言ってですね、応援してくださる方が何人かいましてですね。はい。いいですね。はい。パウロさん、小太郎さん。ハイカさんは今何を見てらっしゃいますか？ニコ生見てますか？ニコ生見てない。スカイプだけ。あ、スカイプだけです。ああ、じゃあね。ニコ生の方にいろんなコメントがあるんですなが。るほど、なるほど。はい。わかりました。はじゃあ、早速、い。お願いします。はい。あ、じゃあ、もうよろしいですはね。い、はい。で、今日ですね、私がまた、お話しさせていただきますけども、まず今日私が、話そうと思ってます、はメッセージ、のですね、タイトルなんですけども、今、世界中が答えなければならない問い。今、世界中が答えなければならない問い。というふうに、させていただきました。で、その問いが、何であるのかと言いますと、あなたは神の国の建設に参加しますか？というものなんですね。あなたは神の国の建設に、参加しますか？というものなんですね。もちろん、イエスを神の国の王と信じる者はですね、はい。私は神の国の建設に参加しますと言うと思うんですけれども、なぜ、この問いに答えなければならないのか。あ、それも世界中がですね、答えなければならないのかというと、現在神の国に対抗する勢力が、この私たちの目に見えるんですね。はっきりと見えるからなんですね。で、それは本当に日々大きく成長してまして、まあ、決して無視できないものとなっているからだと思うんです。で、その神の国の、まあ、力、あるいは神の国にですね、対抗する勢力の一つが、最近ニュースで、毎日のように私たちが目にしているイスラム国だと思うんはい、そうですね。ですね。で、まあ、イスラム国、英語ではイスラミックステートイスラミックステート。イスラミックステート。ことなんですけども、まあ、その場合、IS と。IS というね。ね。で、IS という、まあ、言い方もされているようですけれども、まあ、その場合は、イラク、シリア、イスラミックステート、イラク、シリア、イスラミックステート。この、まあ、頭文字を取って、IS と、まあ、言ってるんじゃないかなと思うんですね。で、今日は、イスラム国ということと、またこの、神の国の建設っていうことについてですね、少し、まあ、触れたいな、というふうに。で、まずイスラム国について話し始めたいと思うんですが、イスラム国について、まあ、説明する前にですね、イスラム、あるいはイスラム教とは何かということに、まず私たちが、ある程度の知識を、まあ、持っていないと、そうですね。まあ、思うので、はい、そうですまず、ね。イスラム、あるいはイスラム教について簡単にですね、今私が、必要だと思う情報だけをピックアップして、お伝えしたいと思うんですけれはども。い、よろしくお願いします。まず、ご存知の方多いと思うんですけれども、イスラム教というのは7世紀の初めにアラビアのメッカで起こった宗教だというふうに言われてますよね。で、創始者、まあ、創始者と言ってもいいと思うんですけれども、
それがムハンマド。ムハンマド。ムハンマドですね。ムハンマドですね。で、イスラム教徒たちは、コーランという、まあ、聖典、彼らにとっての聖典を信じていて、コーランというのは、彼らにとってみれば、神からの啓示の記録であるわけですよね。で、もしかしたら、イスラムあるいはイスラム教という言葉を聞いてですね、多くの人が、それは中東の宗教だとか、中東のものだというふうに感じるかもしれないんですけれども、今、世界をこう、じっくりと眺めてみますと、そうではなくて、イスラム教というのは世界的な宗教に成長しているというふうに捉えなければいけないと思うんですね。で、世界の中でイスラム教徒の数が今どれぐらいいるかと言いますと、約15億人。15億人。言われる。15億人。まあ、全世界の人口が70億人だとすればですね、全世界の人口の約 20% に当たる。20%。20% ですね。はい。ということは、5人に1人が現在、イスラム教徒であると、いうことができるわけですよね。で、なんと、このイスラム教は、アジアの宗教でもあると、言えるような、まあ、状況にあるということですよね。現在、イスラム教徒の数が最も多い国がどこかというと、インドネシアですね。インドネシア。はい。2.5 億人、約 2.5 億人のイスラム教徒をインドネシアは抱えているというふうに言われていますよね。2.5 億人いるんですか、はい、イスラム。ですので、統計上はほぼ、ほとんどのインドネシア人がイスラム教徒である。まあ、統計上ですよね。今言われています。そして、世界第2位のイスラム教徒の数を持つ国がどこかというと、パキスタン。パキスタン。はい。で、3位がインド。インド。はい。まあ、ヒンズー教徒も多いんですけれども、インドには大勢のイスラム教徒もいるということですね。それから、4位がバングラデシュなんです、ね。バングラデシュ。はい。で、5位がエジプト。エジプト。ちなみに6位がナイジェリアだそうです、ね。ナイジェリア。はい。ということは、気づいた方もいらっしゃるかもしれませんけども、1位から4位の国、イスラム教徒数の1位から4位の国は、なんとすべて、アジア諸国が占めている。中東の国は5位にエジプトがあるだけで。この数字だけを見るとですね、やっぱりこのイスラム教というのは、まあ、アジアの宗教になっている。言わざるを得ない状況である。そうですね。アジアの宗教ですね、イスラム教はね。はい。まあ、実は日本でもですね、このイスラム教徒は徐々に拡大してまして、現在、日本中で約80のイスラム教寺院があると言われています。日本の中に80のモスクがあるということですね。はい。80もあるんですね。そうなんです。80あるんですよね。はい。で、まあ、最大のものは渋谷区にあるわけですけども、収容寺院の数が1200人で。1200人が入るんですか。入ることができるというふうに、まあ、ページなどでは確認できます。そしてなんとですね、私が住んでるこの埼玉県川越にもですね、モスクがあるわけですよね。私は数ヶ月前にそのことを知ったわけですけども、調べてみましたら4年も前から、そのモスクが、イスラム教人がこの川越にあったのであります。本当に気がつかないうちに、イスラム教は拡大してるんだな。そして隣の町、所沢にもありますしね。着実に、イスラム教はこの日本でも拡大してる。うん。
れません。また、驚いたことにですね、最近のニュースの中には、9月29日、新宿の高島屋の11階にですね、イスラム教徒用の祈祷室が設けられた。ですかね。インドネシアやマレーシアからの、まあ、留学生が、まあ、観光客、客に対応する。お客さんに、お客さんに、はい、その提供するっていうことなんですかね。はいはい、それだけ、まあ、多いという、ね。まあ、そんなわけで、本当に私たちが、まあ、気がつかないかもしれませんけども、日本のこのイスラムが、その教えが確実に、まあ、浸透してきているということだと思います、ね。そして、もう一つですね、現在のこの世界情勢を知るために、どうしても、イスラム教について知っておかなければいけないことがあると思うんですけども、それがですね、皆さんも聞いたことがあると思うんですが、イスラム教にある二つの宗派、グループですね。スンニ派とシーア派。スンニ派とシーア派。この二つの、まあ、グループがあるわけですけども、まあ、簡単にお話しますので聞いていただきたいんですけども、スンニ派というのは多数派なんですね。多数派です。ですから、ほとんどの中東諸国、イスラム教国は、スンニ派に属している。ほとんどの、ね、人たちが、スンニ派が多数派ということですね。はい、これは本当に覚えていただければなという情報なんですけれども、彼らの特徴の一つはですね、イスラムの最高の指導者が、カリフと呼ばれる人物なんですけれども。カリフと呼ばれるんですけれども。このカリフと呼ばれる指導者を話し合いによって決めるべきだというふうに主張している点なんですね。スニア派は話し合いで決めようという。はい、そうなんです。一方、シーア派というのは少数派なんですよ。本当に少ないんですね。そして、この指導者、カリフを、話し合いではなくて、血筋で決めなければいけない。世襲制っていうことですかね。はい。簡単に言うとそういうことになる。具体的には、創始者、アンバドの子孫でなければならない。もう少し細かく言うと、ムハンマドの娘の婿の子孫でなければならないというふうに主張する。それが、シーア派なんですね。先ほどシーア派は非常に数が少ないというふうに言いましたけども、重要な国がですね、シーア派国家なんですね。そうですか。それはどこかというと、イランなんです。イラン。イランは核開発、独自のですね、道を辿るような、国でありますけれども、しかしたらそういった独自色を出す背景に、この彼らが数少ないシーア派国家であるということが言えるかもしれない、ですからやっぱりイランの動向っていうものには、絶えず、注視していかなければ。思っています。そんなわけで、スンニ派が多数派、シーア派が少数派という。少数派。はい。では、これは、本当にイスラム国を理解するために、ま、必要な情報ということでお話ししたことなんですけれども、はい。情報をもとにですね、じゃあイスラム国とは何かということを話したいんですね。まあ、本当にイントロダクション的な、導入的な話だけであるかもしれませんけれども、一般に、イスラム国というのは、武力によってイスラム教諸国を統一しようとしている組織であるというふうに、まあ、言われています。先ほど ISIS というのが、イラク、シリア、イスラミックステイト、頭文字を取ったというふうに、言いましたけれども、はい、ご存知の通り、もう現在ですね、シリアとイラクの土地の一部を自
分たちの領土であると。そうですね。で、少し考えていただきたいんですけれど、皆さんきっと、イスラム国がですね、アメリカ人ジャーナリストであったり、イギリス人などを虐殺したという、知っておられるんじゃないかと、ね。首を切ったということであるわけですけども、もしですね、イスラム国の目的が本当にイスラム教諸国の統一だけであるならば、なぜイスラム国ではない、イスラム教徒、イスラム教国ではないアメリカ人やイギリス人をあのような形でしなければならないのか。が生まれてくるのではないかなと思うんですよね。そしてまた、なぜ彼らの目的がイスラム諸国の統一であるならば、全世界の若者がイスラム国に参加しようとしているのか、あるいは参加しているのか、という疑問がですね、ないのかなと思うんですよね。今日読んだニュースでは、イスラム国の中に、なんとユダヤ人の少女も含まれている。ユダヤ人の少女、はい。それはご存知の通り、北大生もイスラム国に参加する計画を持っていた。されてるわけですよね。私は、イスラム国の目的は、イスラム教諸国の統一だけではないと思っています。隠された目的があるんだと思うんですね。それはサタンの思惑と一致するものだと思う。サタンの思惑っていうのは、神の国の建設を阻止することですよね。このイスラム国を背後で利用しているのは、サタンであるに違いない。そのように思うわけです。もう一つイスラム国に関して、ニュースから考えていただきたいことがあるんですけれども、現在、なんとですね、イスラム国を攻撃している中東の国々があるということを、ご存知の方、いるのではないかと思うんですよね。その中東の国々というのは、ヨルダン、UAE、サウジアラビア、バーレーン、カタールの5カ国なんですね。その5カ国は、アメリカなどと協力して、イスラム国を攻撃してるわけです。で、ここで先ほど私が説明した、スンニ派、そしてシーア派のことを思い出していただきたいんですけれども、スンニ派というのは多数派だと、申し上げました。だから、今私が言いました、アメリカと共に協力して、イスラム国を攻撃しているヨルダンも、UAE も、サウジアラビアも、バーレーンも、そしてカタールも、スンニ派諸国なんですね。あ、みんなスンニ派だっていう、ね。はい。そして、なんとですね、イスラム国もスンニ派であると主張しているわけです。ということは、スンニ派の国々が、なんと、イスラム教国ではないアメリカと協力して、スンニ派の組織、イスラム国を攻撃しているということ。で、こういう構図っていうのは、今まで世界の歴史の中では、決してなかったことではないと。初めてこういう構図があるっていうわけですね。はい。構図が現れたのは、初めてなのではないかと思うわけですね。そこで、ようやく、聖書の話にたどり着けるわけなんですけれども、私はこの事実から、ネブカデネザロが見た、巨大な像を思い出すわけなんですね。その箇所を、少し紹介したいと思うんですが、ダニエル書という、書が旧約聖書の後半にありますけれども、ネブカデネザル王が見たその大きな像はですね、頭が純金であった。それはバビロン帝国を表していると言われますね。そして胸と両腕とは銀。これは、メド
ペルシャを表しています。そして、腹と腿とは青銅でできていたというふうに聖書に書いてありますけれども、この部分はギリシャを表しています。ギリシャ。そして、すねは鉄と聖書には書いてありますけれども、これはローマを表しています。ローマ。そして、足は一部が鉄、一部が粘土であったというふうに書いてあるわけですけれども、この部分は何を表しているかというと、世界の終わりの時代の国々の様相を表しているというふうに言われるわけなんですよね。そして、ダニエル書の2章のですね、43節を見ますと、こう書いてあるんですね。ダニエル書2章の43節。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。私はですね、現在の世界の様々な出来事を見ていると、まさに国々が混じり合っている。混じり合い始めている。が言えると、まあ、考えるんですね。だけれども、このダニエル書の2章の43節に書いてあるように、それらが互いに団結することはないんですね。混じり合いはするけれども、深く団結することはない。つまり私が言いたいことは、アメリカがスンニ派の5カ国と協力して、スンニ派のイスラム国を攻撃しているということはですね、世の終わりの様相が、その延長線上に確かに見えるということなんです。つまり、世の終わりが本当に近づいているということが、現在の世界情勢から実に読み取れるのではないかという、ね。それはまた同時に神の国の王、イエス様の再臨が近いということでもある。アメン、アメン。に言えると思うんです。ですから、神の国の民はですね、神の国の建設準備に取り掛かるべきだ。アメン。というふうにまあ思うわけです。それで、次の大きなテーマとして、これは神の国の建設のために必要なことは何かというお話をですね、はい、いただきたいんですけれども、私は最近4つのことを、まあ、感じてるんですね、はい、その4つのことをまず申し上げたいんですけども、神の国の建設のために必要なことはまず第一に、私たち神の民の働きの土台を確認すること。土台を確認すること。はい。土台を確認することですね。そして2番目に、神の国の完成を信じること。完成を信じる。はい。神の国が必ず完成するんだ。私たちのゴールを見続けるってことですよね。はい。そして3番目にですね、神の国の建設をするわけですから、作業をするわけですから、作業服を着るっていうこと。作業服を着る。はい。そして、作業のため、つまり工事のための道具を受け取ること。道具を受け取る。はい。そして最後、4番目に、それらすべてのものを受け取った段階で、働き始めるっていう。働き始める。この4点が、神の国の建設のために必要なことであるというふうに、まあ、考えてるわけですね。で、私たちの働きの土台っていうのは、パウロは言うように、イエス・キリストだけだと思うんですよね。だけれども、土台が、弱ければ、あるいは土台に不純物が混ざっているならば、私たちの働きは決して良いものとはなりませんから、やっぱりサタンはこの土台に、ある意味、激しい、また巧妙な、攻撃、アタックを仕掛けて、いるんだろうと思うんですね。ですので、私は、
先週もここに出させていただいたときに、はい、信玄の25章の4節、5節、6節を、まあ、お読みしたわけなんですけれども、本当に私たちのうちにある霊的なゴミですね。鼻かすを取り除いていかなければいけない。そして、王の前にいる横柄な者たちをもう追い出していかなきゃいけない。王とはイエス・キリストでありますけれども、そのような、まあ、霊的な戦いの作業が必要なのではないかな。そして、2番目の完成を信じることであるんですけども、ダニエル書の2章、先ほど開いていただいた方もいらっしゃると思いますけども、2章の34節と35節を読みさせていただきたいんですけれども、こう書いてあるんですね。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その象の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその象を打った石は、大きな山となって、全土に満ちました。アーメン。アーメン。この全土に満ちる大きな石とは、人手によらずに切り出される石でありますけれども、私にとってこのような石、全土に満ちる石というのは、イエス・キリストだけなんですね。アーメン。私は、イエス・キリストが、このような形で全土に満ちる、すなわち全土を支配する神の国の王となって、この全世界を治めてくださる。そのように、まあ、信じています。そして同じ2章の44節にはこのように書いてあります。お読みします。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。アーメン。アーメン。これもイエス・キリストの国でありますけれども、神の国でありますけれども、永遠に立つんですね。ネブカデネザル王が見たあの大きな像は、歴史上存在した国々、帝国、その支配を表すわけですけども、それらがすべて打ち砕かれて、ただ残るのはイエス・キリストの国、神の国である。それは永遠に続くものであるという、私は読んでるんですけれども、このように神の国は必ず実現する。必ず打ち立てられる。必ず完成することを、まあ、信じるということがですね、神の民にとって、また神の民が神の国の建設に、従事する、ために本当に必要なことではないかなというふうに思うんですね。そして三つ目に私が話したのは作業服を着るということでありました。工事用道具を受け取るということであったわけなんですけども、私にとってですね、神の国の作業服、神の国の建設のための作業服、あるいは工事用道具っていうのはパウロがエペソの6章に記してくれたものなんですよね。それは真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の、履物ですね。そして、その後、パウロは、これらすべてのものの上にと書いてですね、信仰の大盾を取りなさい。救いの兜をかぶりなさい。御霊の与える神の剣、すなわち神の言葉を受け取りなさいというふうに書いたんですね。つまり、これらすべてのものの上にと書いて、その後に彼が書いた信仰の大盾、救いの兜、御霊の与える神の剣、神の言葉がいかに大切なものであるかということを、パウロは言いたかったのではないだろうかなということを、最近すごく考えさせられているんですね。特にですね、救いの兜っていう言葉に最近すごく私は、注目するようになったんですね。というのは、兜、つまりヘルメットなどがですね、装着されてませんと、石が当たったり、また、あるいは敵に叩かれたりするとですね、やっぱり頭がおかしくなると思うんですね。で、こういうことを言うと怒られるかもしれませんけども、思考がですね、大きなダメージを受けているような状態に私たち
落ちることもあれば、本当に思考にですね、大きなダメージを負っているのではないだろうかなと思われるような、キリストの民がですね、神の民が、見受けられるような気がすることがあるんです。はい。で、私は救いの兜を被るってどういうことなんだろうかなって考えているときに、それは、一言で言うならば、イエス・キリストの福音を信じることであろうと思うわけなんですけども、なぜそう言えるかというと、パウロは、この福音によって救われると書いてあったんですね。で、福音というのは、では何であるのかというと、パウロも言っているように、イエスが私たちの罪のために十字架で死んだこと、イエスが葬られたこと、またイエスが三日目に死因の中から蘇られたことであるというふうにまとめることができると思うんですね。で、まあ、私たちはそれを信じたわけですけれども、パウロはなんとイエスを信じた者は十字架につけられた。そしてそれだけではなくて、私たちを責め立てている債務証書も十字架に釘付けにされたというふうに書いてるわけですよね。はい、現在、もしかしたら、いや、もしかしなくても、私は本当にそのような人たちに、まあ、対処しなければいけないので、あえて、まあ、言うんですけれども、この私たち自身が、イエス・キリストを信じた私たち自身が十字架につけられたということと、私たちを責め立てている債務証書が十字架につけられたということを、忘れてしまったように、あるいは、信じられないような、クリスチャンが、いるんじゃないか。そのために、本当に救いの兜が被ることがなくてですね、本当にその思考に大きなダメージを、受けている人がたくさんいるんじゃないか。で、パウロは、イエス・キリストを信じた私たちは、イエス様と共に葬られたんだ。つまり死んだんだっていうんですね。そして、死んでしまった者は、罪から解放されているというふうに、まあ、言うわけです、ね。そして、イエス・キリストを信じた私たちは、イエス・キリストと共に蘇った。もはや、私たちが生きているのではない。キリストイエスが私たちのうちに生きているんだと言えると思うんですけれども、このような、福音をですね、本当に理解することができたならば、日々攻撃を受けるかもしれませんけれども、必ず勝利できると思うんですね。ですので私は神の国の建設のためには、このような、武具。私、今、作業服って言いましたけれども、作業服を本当に身につける必要がある。そして、ただ単に神の言葉を受け取るだけではなくて、パウロが言ってるのは、御霊の与える神の言葉ですから、その時々に応じて必要な神の言葉を剣として受け取るということだと思うんですよね。ですので、そのような準備をですね、するものが、本当に、神様の国の建設のために働き始めることができるのではないかなというふうに考えています。今日私がこうして話させていただいている、まあ、お話のタイトルが、はい、今世界中が答えなければならないであったわけで、その問いというのが、あなたは神の国の建設に参加しますかというものであって、私はこの番組を通して、私のこの話を聞いてくださった方にも書いていただきたいんですね。あなたは神の国の建設に参加しますか、アメン。問いをですね、投げかけたいんですね。そして、あなたがもし神の子供であるならば、イエス・キリストを信じた、クリスチャンであるならば、はいと、言うことがで
できると思うんですね。ただどうしても必要なことが土台を確認すること、あなたの土台の中に不純物が入っていないか、本当に神様の御言葉をすべて、受け取っているかどうか、そして神様のその御国の完成を信じているか、その御国の中にあなたが入ることができることを本当にあなたが信じているか、そしてあなたは作業服をパウロが言ったようなあの具具をすべて身につけている、そしてそれを確認した上で本当に全員でですね、この暗闇に満ちた日本という国の中にあって、また世界中にあってですね、働き始めるものが起こされれば本当にいいなというふうに、はい、いるわけですね。はい。まあそれが私が今日まあお話ししたかったまあことであるわけなんですけれども、はい。Qちゃんは何か私が話した中身内容で、質問とか疑問とか、はい。私もね、そのイスラム国というのがですね、ちょっと終わりの時代のその神の国の建設に対抗している、つまり私たちは神の国を作ろうとしているじゃないですかね、はい、こう終わりの時代に、はい、それがサタンがそのモノマネじゃないけども、その反対の国というか、そうですね、神の国の反対の国を作ろうとしているんじゃないかという、そういう感じがしますね。そうですね。本当そうだと思います、私も。はい。躍起になってですね、次から次へと神の国に対抗するようなものを生み出し続けているのがサタンではないのかな、というふうに、まあ、思いますね。はい。そして世界中の人をネットで集めてるんですよ、イスラム国がね。そうですね。私たちもですね、ネットで世界中の若者を集めなきゃいけないんじゃないかなと。はい、そうですね。はい。まあ本当に、Qちゃんはネットを使ってこのようなね、福音を、神様の言葉を発信しておられるので、まあ私も本当に今日このイスラム国について、まあぜひこのまた番組を通して、発信できたらいいなという思いでですね、参考させていただいたんですけれども、9月29日にですね、国連でですね、イスラエルのネタニヤフ首相が演説をしたんですね。はい、でその中で先ほど私が言った、イランの動きを牽制するような、言葉もありましたけれども、私の心に残ったものがいくつかありましてですね、それを少しお話ししてもいいですかね。はい、ぜひ。彼はですね、まずこう言ってたんですね。イスラエルの戦いは世界の戦いだ。で、彼の言うことは私間違ってなかったと思うんですね。それに賛成だって言って手を挙げて、くれる人は世界の中でまだ少数派であるかもしれないけれども、やっぱりイスラエルを叩こう、殲滅しよう、亡き者にしよう、地中海に落としてやるぞというような勢力は山ほど、まあ存在するわけですけれども、それはサタンの代弁者ですよね。そうですね。イエス様が神の国の王として帰って来られるときにどうしても必要なもの、それがイスラエルなんですよね。ユダヤ人なんですよね。ですから、やっぱりイスラエルを亡き者にしようとする働きというのは、必ずその後ろにサタンの働き、サタンの思惑があるというふうに、まあ、考えてもいいと思うんですね。で、彼はっていうのは、イスラエルの首相ネタニヤフさんをですね、国連での演説の中で、なんと、聖書を引用したんですね。あ、そうですか。はい。聖書をどこを引用したかというと、イザヤ書の62章の1節なんですけれども、ちょっと読ませていただきます。はい、シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。この御言葉をですね、引用したんですよね。その62章ずっと読んでいきますとですね、私たちにも関係があると思われる御言葉がたくさんあるんですが、
えば、6節。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り人を置いた。昼の間も夜の間も、彼らは決して黙っていてはならない。主に覚えられている者たちを黙り込んではならない。アメン。アメン。私は、私こそが、イスラエルの神様によって、城壁の上に置かれた見張り人だというふうに信じているんですね。アメン。私は祈りを通して、またこのように、Qちゃんの番組に出させていただいて、メッセージを発信させていただくようなことを通しても、見張り人の役割を果たすことができるというふうに、まあ、思うんですね。主に覚えられている者たちを黙り込んではならないと書いてありますから、やっぱり黙り込んでは、はい、黙ってられないですね。黙ってられない。黙ってられないです。はい。はい、今の、62章、イザヤ書、6節を読んだかと思うんですけれども、10節も読ませてください。はい、10節、こう書いてあります。通れ、通れ、城門を。この民の道を整え、盛り上げ、土を盛り上げ、王子を作れ。石を取り除いて、国々の民の上に旗を上げよ。アメン。アメン。この民の道っていうのは、ユダヤ人が通る道ですよね。で、石を取り除いてというふうに書いてありますけれども、私は本当に今まで、異邦人がですね、ユダヤ人に対して、つまずきの石をたくさん置いたんだと思うんですよね。以前もここで話したかと思いますけれども、ヒットラーは、自分はクリスチャン。そして、イエス・キリストの皆でユダヤ人を大虐殺していったわけですよね。だから、イエス様の皆は、名前はユダヤ人にとって祝福の名前ではなくて、呪いの名前になってしまう。そのような、石をですね、取り除いていく。そして、そのような考え方っていうのは、異邦人にも伝えられていますよね。そのような考え方っていうのは、ユダヤ人というのは、本当に、キリスト殺しだ。そのような石も含めてですね、たくさんそのつまずきの石が、世界中に落ちてるんだと思うんですね。そのようなものを私たちは、祈りを通して、あるいはまたメッセージなどを発信することを通してですね、取り除いていかなければいけないと、まあ、思ってるんですね。そしてすいません、11節も読ませていただきたいんですけども、こう書いてあるんですね。見よ、主は地の果てまで聞こえるように仰せられた。シオンの娘に言え、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。シオンの娘というのはユダヤ人を表す言葉ですけれども、私はいつもね、ユダヤ人に言うんですね。あなたの救いが来るよ。その救いはイエス・キリストだよ。このようにですね、本当にメッセージを発信し続けたいなというふうに、まあ、思って。まあ、今日の話は本当に触りというか、アクション的な話だったと思うんですよね。なので、これからも、イスラム国に限らず、神の国に対抗する勢力が、どん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 生まれてくると思いますので、その背後に何があるのかということを、まあ、解き明かすためにも、いろいろと調べて、祈って、伝えていきたいなと思いますよね。非常に複雑な構図ですよね。そうですね。その、うん、シア派のイランとそのアメリカとそしてアラブの5カ国とそしてロシアも含めて、そうですね、イスラム国と戦うという、そうですね、なんか味方同士、敵同士で戦うみたいな、なんか、わけのわかんない構図になってますね。それで、今、Qちゃんが言われた、ロシアなんですけれども、はい、やっぱり、イランとの関わり合いがどうしても取り沙汰されますよね。ですから、イスラム国の攻撃に対しても、ロシアは少し違った立ち位置なんですよね。ですから、やっぱりね、ロシア、そしてイラン、このあたり本当に動きをですね、
よく見ていって、祈っていかないといけないところかなというふうに思いますね。イスラム国を応援している国は結局ないと言っていいんでしょうか？まあ、表だっては来ませんよね。ですけれども、私は彼らが例えば持ってる武器、あるいは食料ですとか、また彼らが、生きるための必要なものを供給しているところがあるわけですよね。そう考えると、表立っては出てこないけれども、必ず彼らを、何らかの形で利用しようとしているような、国なり、団体というのは、存在すると思っています。どこでしょうね。これは、本当に、いろんな説があるかと思うんですが、例えば彼らが必要としているお金を、誰が供給しているのかという話でもですね、世界各国からですね、流れてきているというふうに、まあ、言うわけですけれども、もしかしたら、彼らが使っているものの中に、例えば、アメリカ製のものだってあるかもしれないんですよね。で、私いつかまた、お金の話をさせていただきたい。ああ、ぜひ、ぜひ。やっぱり、お金っていうのは、日本では魔物だというふうに言われますが、お金を介すると人は何でもしてしまう。で、その背後にやっぱりサタンが隠れて働いているかと思うんですよね。お金というアイテムを返してみると、もっとこのイスラム国が存在している理由が複雑なものに見えてくるかもしれないです。ですので、これやっぱり私は今、これだっていう答えを持ってはいないんですけれども、もしかしたら私たちがもうびっくり仰天するような背後の何かがあるのかもしれないですよね。まあ、ある人はですね、アメリカが攻撃すればアメリカの軍需産業は潤うというわけですよね。ですので、それは裏を返して言うと、まあ言えると思うんですけども、アメリカ政府が潤うということでもあるかもしれないんですよ。だから本当にいろんな方面から見ていかないと、真実は見えないのかもしれないですよね。新聞報道だけでは絶対に真実はわからないんだ。イスラム国がね、はい、衣装がみんな黒で、はいはいはい、国旗が黒で、まあ、国旗って国じゃないですけど、はい、国旗が黒で、パスポートまで黒っていう、なんかもう黒ずくめの国なんですね。で、闇ですね。闇ですね。娯楽、まあ娯楽がないっていうのはいいことかもしれないけど、もうテレビはダメ、何かカフェはダメ、あ、全部なんか立法主義的ですね。なるほど、そうですね。その世界中の若者がなぜ惹かれるのか、そこが不思議でしょうがないですね。不思議でしょうがないですよね。評論家の方々は若者に夢がないからだとか、そんなことを言いますけれども、それだけで片付けられるのかなって思うんですよね。霊的な引力のようなものが働いてるんじゃないかなって思うことありますけど、ね。悪魔の力が働いてるということでしょうかね。そういうふうに、まあ、思うことがありますね。さっき私が住んでいる町川越に、モスクがあるというふうに言いますけれども、この番組を聞いていらっしゃる方の町にももしかしたらあるかもしれませんので、ぜひね、調べて、ね、いただければ、祈っていただければというふうに思いますね。
もう一つ、そのイスラエルのね、はい、先祖がイサクで、うん、で、アラブ人、うん、アラブ人の先祖がイシュマエルということで、で、イサクとイシュマエルは異母兄弟で喧嘩をしてたと、はい、その喧嘩が、まあ、今でもあるみたいな、そこに一つのなんかそのイスラエルとアラブ人がその争ってる理由の一つがあるんじゃないかと思うんですけども、そうですね、その辺はどうですか。そうですね、私は聖書を見ながら、イシュマエルの子孫というのは、やはり武力にこう走りがちな性質を持っているのではないかなというふうに。ああ、武力でね、はい。武力に頼る、武力に走る、そういう性質があるように、まあ、そうですね。まあ、彼らは、彼らというのはその、イシュマエルの子孫はですね、やっぱり神様から大きな祝福の約束をいただいて、現に、石油、あるいは広大な土地というものを、まあ、いただいてるわけですよね。にもかかわらず、四国ほどのちっちゃな面積の国、イスラエルをめぐって、紛争が絶えない。イスラエルと周辺諸国、アラブ諸国の間で絶えず、紛争が絶えないという、まあ、その背後にはですね、経済的な理由だけではなくて、もう経済的な理由ではなくて、霊的な理由、サタンのその、計画を何とか実現したい。あるいは逆に言うと、神様の計画をストップさせたいというサタンの思惑が働いている。だから、このような争いっていうのは、イエス様が再臨されるまで、ある意味ずっと続くんだと思うんですね。だけれども、イザヤ書の19章などを読むと、アラブ人もですね、イスラエルの神に仕える時が来るというふうに予言されてますから、必ず、平和が、訪れるというふうに、私は、まあ、信じています。アメン。はい。それこそ、何でしょうね。神の国が完成する一つの形だというふうに、まあ、思ってますね。はい、そのわけで、イスラエル問題、中東の問題、これはやっぱり神様の計画を理解するため、そして、聖書を理解するため、どうしても、まあ、外すことができない、一つだろうと、まあ、思いますよね。まあ、キューちゃんはそういったテーマと、それから、霊的な戦いというテーマを、まあ、神様からいただいていらっしゃる方だと思いますけども、ね。まあ私もそのテーマ、すごく大切だと思って、深めていきたいなというふうに、はい。本当にこの終わりの時代の、まあ、本当に中心的なテーマだと思うんですね。イスラエルというテーマと。そうですね。はい、そういうこの神の国と、その、まあ、サタンの国と言いましょうかね。そうですね。そういうのを、その本当にこう、私たち今までのキリスト教の教えの中でそれが完成されなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね。そうですね。本当そうですね。だから例えばその、さっき私土台って話しましたけども、帰還神学あるいは置き換え神学と言って、イスラエルはもう神様から捨てられたんだ。祝福はすべて異邦人が受け取るんだ。というような教えはやっぱり聖書的ではない。純物が混ざった、霊的なゴミ、金かせが混ざった教えだと思うんですね。そういったものを含めて土台をもう一度強める。日本の教会には絶対それが必要だと思うんです。例えば、霊的な賜物っていうテーマ一つとってもですね、やはり、本当にもっともっと聖書に書かれてあることをそのまま信じる。
そういった土台作りっていうのが必要なんじゃないかなというふうに思います。なんかそれがないと、どうしても弱い、キリスト者、キリスト教会ということになってくるのかなと思うんですけど。そうですね。何かこの、日本がですね、この終わりの時代の、世界のリバイバルの、まあ、先駆けになるという予言がありましてね、まあ、カリス様ではその予言を信じてるんですけども、まあ、夜明けというのは朝日というか日光が、まあ、出てくるわけですよね。そうですね。闇の世界に光が差す。もちろんイエス様が光なんですけれども、しかしこの終わりの時代にそういうその真理がこう明らかになって、本当にこの世界が何なのか、そのイエス様が誰なのかというその光のようなね、こう悟りというか啓示というか、それがこう光り始めるんじゃないかなというふうに感じるんですけどね。そうですね。私も何年か前にコロンビアで、幻があったんですよね、見たの。それ暗い、空がですね、まず見えて、雲が垂れ込んでたんですけども、はい、どん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 風によって吹き払われて、雲が去っていって、そのうちに朝になったっていう、まあ幻だったんですけども、私それは日本に起こりつつあることだというふうに思ってますね。それをある人が、YouTube に上げたんですけど、そしたらたくさんの人が、私のことを批判しましたけどね。あ、そうなんですか。でも、私は本当に信じてます。必ず、朝が来る。喜びの朝が来るというふうに、日本に来るというふうに信じてますね。アメン。アメン。期待して、神の国の反省をしたい。もう一つはね、日本に、まあ、イスラエルの文化があるということがね、この終わりの時代に関係があるのかないのかということが知りたいんですよね。それはいろんな意見があると思うんですよね。特に神社の中にそのイスラエル文化が残ってっていうふうにまあ言われるわけですけれども、一つ注意しなければいけないのは、神社を通して日本を、まあ、もう一度作り直そうとしたのが明治政府だと思うんですよね。そうなんですか。はい。ですので、明治政府が、この、作為的にですね、そういったものを残した、持ってきた、というふうな、まあ、研究もあるんですね。また、世界中にイスラエルの足跡っていうのはありますので、日本にあるものだけを取って、そのイスラエルに特別な関係があるというふうに言うことが、本当に正しいのかどうかって、非常にデリケートな問題を含めて。デリケートですね、そうね。思いますね。すぐにこうだあだって決めてられないものがある、まあ、中国にも韓国にもそのイスラエルの文化が残ってるわけですね、はい、日本だけじゃないわけですよね。そうなんですよね。だからこれは本当に、ね、魅力的な教えというかね、あそかって、まあ、飛びつきたくなるんですけど、ちょっと待てよというふうに、ワンクッションを置くべきような、置くべきかもしれないんですよね。はい、まあ、私はまあそういうふうに、まあ、思ってますけどね。まあ、日本からなぜ、終わりのリバイバル、世界のリバイバルが起きるかという理由ですよね。なぜ日本か。まあ、たまたま東の、果てにある国、イスラエルから見て東の果ての国だからという理由だけなのかどうかというね、なんかこう、他に何か理由があるような感じがするんですけどね。そうですね。まあ、私なんかいつも日本の製品はもう世界的にも有名、
その出来栄えは素晴らしい。まあそんなわけで、最後のその部分をですね、任せられるにふさわしい国、それが日本ではないか。あのクリスチャンが全然圧倒的に少なくて、あのイスラエルと同じぐらいクリスチャンが少ないんですよね。そうですね。あのイスラエルより少ないかもしれない。あのイスラエルはね、あのパレスチナ人がクリスチャンが多いんだそうですね。そうですね。だからその分だけユダヤ人自身のクリスチャンは少なくても、そう、イスラエルに住んでるパレスチナ人がクリスチャンが多いので、うん、日本人よりもクリスチャンパーセンテージ多いんだけれども、そうですね、イスラエル人だけだとだけ考えたら日本と同じくらい少ないじゃないですかね。うん、でもなんかユダヤ人の、まあ、隠れキリスチャン、クリスチャンというかね、はい、そういった方々も非常に増えてる。あ、増えてるんですか。隠れキリシタンが増えてる、はい、イスラエルの隠れキリシタンが増えてる、はい、あ、嬉しいですね。正統派の中に、ね、正統派の中にね、福の人たちの中にも信者がいる、だけど告白できない、そう 言うともう、はい、その追い出されちゃうということですね、はい、そうです。言えないという方もたくさんいるみたいですよね、うん、みんなが手を挙げ始めたらどういうことになるのかな、すごく期待してるんです ね誰か勇気があってね、言う人がポツポツ出る可能性が、そうですね、ですよね。だから有名な、もう死んじゃったんですが、ラビがね、はい、有名なラビが何か遺言かなんかで、ね、死んだら発表してくれとか言って、あ、そうですね、そんなありました ね、そのイエスがメシアであると、うんうん、その死んでからね、弟子かなんかに言わせたとかいうのを聞きましたけど、ね、そうですね、ありましたね、うん、いるんでしょうね、きっとね、うん、生前は言えないけど死んでから言ってくれみたいな、そう信じてるっていうラビたちがいるんでしょうね、うん、まあ、イエス様の時代でもね、隠れてラビがね、あの聞きに来て、そうそう、あの、うん、隠れてきましたね。そうですね、うん、ニコデモでしたっけ、そうですね、いっぱいいたんでしょうね、ね、あれの他にもね、うん、そういう残れる人っていうかね、うん、信仰者をいつも神様に立てておられるんでしょうね。日本の教会は今どういう状況ですか。日本の教会は日本の状況ですか、まあ、私はまあ先ほど話した通りですね、本当にもう一回土台をですね、清める、そういう時かなというふうにも思いますね。そのキリスト教の土台を清めるという、あの例えば三位一体というふうに言うわけですけれども、あのしかし先ほど言ったように聖霊の賜物を信じないとかですね、であるならば本当に三位一体だろうかと、あ、子供のような心になって、あの、うん、信じるとは、福音とは、そういった基本的なところを、あの、洗って清めて、そしてそこの上に、いつまでも残っていくものを立てていくということを確認しなくちゃいけないのかなというふうに、今思っています。あの、なぜ三位一体も信じて、教理を正しく福音主義を信じていながら、その御霊の賜物をその受け入れないというか信じないというか、一体それは一体どういうことなんですか。あのですね、まあ、一つのこれは、まあ、学びから受けたものなんですけれども、あの結局日本のプロテスタント教会を作り上げていくために用いられた人というのは、アメリカで学んだような人が多いわけですよね。あるいはアメリカの牧師たちから学びを、まあ、受けた、関係を持ったような人が非常に多いわけですけど、その当時のアメリカで、非常にその主流派を占めていたような教会の中にですね、実はあのあまり知られてないかもしれませんけれども、日本語で何て言いましたっけ、スペイン語だとロス・マソーネスなんですけど、最近よくテレビなどでも、フリーメイソン、あ、そうそう、フリーメイソンですね。フリーメイソンの影響を受けた、
牧師たちが実はたくさんいる、いたんですね。で、フリーメイソンっていうのは、至高なる存在というような言い方をして、神様を表すわけですよね。で、それは結局その、聖霊によって理解できるものを受け入れるのではなくて、人間の理性で受け入れられるものだけを、教えるっていうことにつながるわけですよね。つながったんですよね。だから、例えば、処女が身ごもったであるとかですね。水の上をイエス様が歩いたとかですね。奇跡を行った。そういったものをぼかすわけですよね。そういったものに影響された教え、あるいは牧師たちがたくさん日本に入ってきたということから、その、三位一体という言葉を使うけれども、どこかが弱いんですね。つまり、土台が非常に、まあ、弱い。まあ、そういう意味も含めて、本当に、日本の教会は、土台をもう一回見直さなければいけないと、私は思ってます。で、家なんか建てるときも、土台が一番大切で、土台作りに一番時間がかかるんですよ、ね。そうですよね。家を作るとき、土台がね、しっかり。ね、だけど、土台がですね、なんか私にとっては、サタンがもういっぱいゴミを混ぜたような土台になった。そういった、いい加減な三位一体の教え、それはもう絶対に良くない。そんな上に建てられるものなんかない。まあ、そういう学びが、そういう研究があります。もう一つは、この、初代教会がだんだん、こう、世俗化してね、はい、中世のカトリックが堕落して、はい、堕落したカトリックから、今度、マーチン・ルターが信仰義人を、この、発見して要求し、そして今度は、だんだんいろいろ、リバイバルが起きたりなんかする中で、いろいろ威厳が発見されたり、また、御霊の賜物を強調するようになってきた。何か、その、キリスト教が一旦枯れたけれども、もう一度この終わりの時代に向かって神様が息を吹き返してきて、キリスト教が元気になってきたような流れもあるんじゃないですかね。ありますよね。それは本当に歓迎すべきことであって、神様の宮沢としか言いようがないと思うんですけれども、その一方でやっぱり、私たちが、注視しなければいけないポイントは、リバイバルが継続したことがないということ。ああ、単発では。それはやっぱりどこかに問題があったんじゃないか。土台に問題があったんじゃないか。土台に、もしかしたらサタンが時限爆弾を仕掛けてたんじゃないかって誰かが言ってたんですけども。あるいはその、ウイルスが入っているような、添付物をどっかに仕掛けておいたんじゃないか。そういったことがあるんじゃないかっていう方いたんですけども、私もそうかもしれないなと思いながら聞いてるんですけども、そういったことも本当に踏まえて、土台をなんか清めたいなっていうふうに今思ってるんですね。まあ、パウロも言いましたですよね。土台はイエス様だ。はい、で、その上に人は金や銀や木や藁などで、ものを作るんだけれども、神様がそのものを木で、確かめるんだ、そして、まあ、あるものは残るけれども、あるものは焼き払われて、土台だけ残るようなものっていうのは、やっとの思いで救われるみたいな、言葉が、あると思うんですけど。私たちやっぱり、この終わりの時代に、神様の計画が実現しようとしているこの時、イエス様の再臨が近いと言われているこの時に、永遠に残るものを作りたいなと思ってるんですよね。特に日本がそういった働きに召されているんだとすれば、なおさら、これから、もうずっと残るようなものだけが
私たちの手によって作られたらいいなというふうに思うので、うん、そういった意味でも、土台をとにかく清めたいなというふうに、今。まず、教会から、裁きが来るということで、はい、今、こう、ふるいにかけられてるという。はい、で、この、いろいろ、試練、困難が来るときに、はい、まあ、その、神の日で試されて、うん、そうですね。残るのか、残らないのか、本当に、その、良いものだけが残っていくみたいな、そうですね。そういう試練によって、まず教会が試されて、うんうん、その、本当に神の土台にしっかり根ざした教会だけが残っていくような、うん、そういう、まあ、神の選びと言いましょうかね。神の、その、裁きというか、そういうのはあるんじゃないでしょうか。そうですね。神が、私たちの働きをチェックするのはあるんだと思うんですよね。うん、まあ、救いは変わらないと私は思ってるんですけれども、その働きをチェックする。ということが、もう、今も言いましたけど、第一コリントの3章にですね、書いてあることかな、というふうに、まあ思うんですけどもね。まあ、ですので、時間は限られているから、やっぱり働くんだったら、そういったずっと残るもののため、そうですね。エネルギーを注ぐために思いますね。神様の御心、はい、しっかり行ってるかどうか。そうですね。支援に耐えられるかどうか。はい、そうですね。はい。各自の働きの進化を、進化が問われる。エスターですと、こういうふうに書いてありますからね。はい。本当に、そういった言葉を、どこかもなんかいつも心に、蓄えておきたいです。藁のような働きだったら、みんな燃えちゃう、燃えてなくなっちゃう。藁、ね、のような働き、ね、立てやすいですけどね。簡単にできるけど、燃えちゃうわけですね。そうなんですよね。で、もしかしたらそう簡単にできるようなことを私たちやってるのかもしれないし、その辺を本当にこう、気をつけたいですね。ですね。いや、どうもありがとうございました。じゃあ、次回はお金についてのお話を。お金についてちょっと。お話ししたいなと思いますけども、はい。いや、イスラム国の話もね、ぜひまた継続的に、そうですね、また、ね、必要ですよね。とてもね、イスラム教について新しい認識たくさん得ました。あ、なんで感謝します。じゃあ、またお祈りしていただけますでしょうか。はい、お願いします。はい、では感謝します。天のお父様、今私たちの目の前に、あなたの国に対抗するような勢力、力が本当に見えます。主よ、それらが本当に力を持って成長しているように見えますけれども、主よ、あなたはイザヤ書に表してくださったように、敵に手を挙げさせることもあります。神の民に向かって手を挙げさせることもあります。しかし、勝利者はあなたです。アメン。そして私たちは、もう生きているのではない。私たちが生きているのではなくて、イエス様、あなたが私たちのうちに来ている。だから私たちは圧倒的な勝利者となっている。アメン。主よ、今、神の民が近づいている、イエス・キリストの再臨のため、また、イエス・キリストが治められる神の国の建設のため、主よ、もう一度、土台を、自分の土台をしっかりと確認することができるよ。それはイエス・キリストだけです。そのイエス・キリストという土台の中に何か不純物が入っているなら、聖霊様、あなたが働いてくださって、あなたが洗い清め、流し出してくださいますように、一人一人を祝福してください。また天のお父様、こうしよう。どうぞ、今、思考に、思いに、ダメージを受けている方々がいらっしゃるのに、もう一度聖霊様、あなたの働きによって、福音の理解を深く掘り下げることができ、本当にあなたの武具を全身に身につけることができ、それによって立ち上がり、
勝利していくことができるように、今この放送を聞いておられるお一人お一人を強めてください。慰めてください。主よ、必ず聖霊様が働いて理解や悟りを与えてくださるとき、瞬時に瞬間的に多くの人が癒されていく、立ち上がっていく、神の勇士となっていくと信じます。アメン。天のお父様、今そのことを信じて、私はこの放送を通して福音に耳を傾けてくださったお一人お一人を祝福します。イエス様の皆によって祝福します。イエス様の皆によって今満たされるように、福音に満たされるように、神の約束、御言葉で満たされるように、そして聖霊様が与えてくださる剣、すなわち神の御言葉を受け取ることができるように、今、主イエスキリストの皆によって祝福して祈ります。すべてはあなたに委ねます。あなたのものですから。あなたの栄光ですから。すべてはあなたに委ねます。心から感謝します。また、Qちゃんの働きをこれからもあなたが祝福し、満たし、導き、足を大いに用いてくださいます。愛します。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。アーメン。感謝します。はい、ありがとうございました。はい。はい、それじゃあ、また近々ですね。はい。皆様ありがとうございました。はい、どうも皆さんありがとうございました。はい。それじゃあ、またお会いしましょう。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。シャローン。感謝します。シャローン。